さあ、そして5回の表ですね、マウンドに上がるのは戸田です。先行チーム5回の表の攻撃、バッターボックス長坂です。迎えるバッターが岡本です。さあ、この戸田はかなりクイックモーション速い、そういったピッチャー特徴があります。この沈んだ構えからこのクイックですね。ストレートショートに強い当たり、ただ送球どうでしょう、大丈夫です、ファーストがよくカバーしました。これで3アウト。5回の表、先行チームをスコアリングポジションにランナーを置きましたが無得点、依然点差は1点差のままゲームは5回の裏に進んでいきます。